はい、今回はオーストラリアのパースです。えー、格安航空券とです、ね、ホテルと、えー、現地のオプショナルツアーを自分なりにアレンジしてです、ね、組み合わせてお得に旅行を楽しもうという企画になります。まずは、えー、格安航空券ですね、福岡発着香港経由のキャセーパシフィック航空を使えば最低価格5 55, 万5500円で往復できます。その他所税が3万2980円かかりますけれども、含めても10万を切ります。 フライトスケジュールですが、えー、福岡を夕方に出まして香港での乗り継ぎが約2時間弱です。で帰りも、えー、パース、まあ、深夜に出ますけれども乗り継ぎ時間が1時間ということで、まあ、ストレスなくです、ね、往復できるという形になると思います。ホテルです、格安のホテルで、まあ、これあのエンターテイメントの中心地ノースブリッジまで徒歩圏内という場所にありますので、まあ、問題ないですけれども価格がすごく安いのがあります。 円円ででですす人当たりだとと、えーえー、泊ままることができますそれから、えー、今度はデラックスホテルウエスティンですねウエスティンパース、えー、ホテルこちらが1泊当たり2万700円なのでお一人当たりに換算すると1万350円になりますショッピングやエンタメの中心部にも徒歩圏内という、まあ、いわゆるデラックスホテルおすすめのホテルになります現地の観光ですけども、まあ、一番有名なのはピナクルズですねあの砂漠の中に岩がこう立っているという。 景観が魅力の、えー、景勝地訪れることができます、えー、砂の上を滑る、えー、のスキーなどもできますそれからワイナリーなどもありますのでこういったところでのんびりされるのもいいと思います詳しい、えー、現地観光の内容は画面下の説明欄のところに URL を貼り付けてますのでそちらをぜひクリックしてください